本田ダ一は日本の国土交通機関。国土交通省北海道開発局建設部長や国土交通省北海道開発局長、宮坂建設工業取締役副社長を務めている。北海道市別郡中市別町生まれ、北海道大学工学部土木工学科卒業後、1983年、北海道大学大学院工学研究科土木。 工学専攻終了、北海道開発庁入庁。1990年北海道開発局長官房、開発調整課開発専門官。1992年国土庁地方振興局、山村豪雪地帯振興課課,課長補佐。1994年開発土木研究所総務部、企画調整課長。1996年北海道開発局。 札幌開発建設部道路建設課長。1998年北海道開発局、帯広開発建設部帯広河川事務所長。1999年北海道開発局、建設部道路建設課道路技術対策官。2001年国土交通省北海道開発局、函館開発建設部函館道路事務所長。 人事交流により2003年国土交通省中国地方整備局松江国道事務所長に就任2005年から国土交通省中国地方整備局道路部道路調査官として松江自動車道の進捗活方式での整備に当たった2007年国土交通省北海道開発局建設部道路維持課長2009年北海道開発局 朝日川開発建設部長。2011年国土交通省北海道開発局、釧路開発建設部長。土木研究所幹地土木研究所審議役、国土交通省北海道開発局、札幌開発建設部長を経て、2014年国土交通省北海道開発局建設部長。2015年から国土交通省北海道開発局長を務め、 大発期北海道総合開発計画策定に当たるなどした。2016年、北武市事業共同組合顧問、東樹ホールディングス顧問を経て、2020年、宮坂建設工業取締役副社長。ありがとうございます。